長野県道、群馬県道466号牧間又線。奥は本白根山。長野県道、群馬県道466号牧間又線は、長野県上高江郡高山村より、群馬県あず郡妻ま村に至る一般県道である。この道路は、長野県道112号、大前須坂線と合わせて、長野県須坂市と万座温泉をつなぐルートを、 通称上新スカイラインと呼ばれるほか、万座道路の別名も持つ。例年11月中旬から4月中旬までの期間中は、冬季閉鎖されるため通行はできない。中央線がない1.5車線の舗装林道の様相で、周辺は、鉱山帯の落葉樹である竹バ、サ笹などの草木が生える森である。路線の中央には、万座峠、その東に、 万座温泉や万座温泉スキー場などの観光地があり、有料道路である万座ハイワーへと交差する。反対側の西端は、長野県道112号、大前須坂線と結ばれ、群馬、長野県境の毛梨峠方面や須坂市方面へ向かう。東で結ばれる四角札道路と比べると有名では、ないが高い木々がない視界が広い区間が長く、眺望に優れる場所もある。 例年11月中旬から4月下旬までの間、冬季閉鎖される。晩春から初夏にかけて新緑。秋は紅葉の名所としても知られている。ありがとうございます。